トライゼン MG13 機関銃は、ドイツで1920年代から1930年代にかけて設計、製造された空冷式機関銃である。第一次世界大戦後、敗戦国ドイツは自動化機の開発を制限され、保有していた水冷式銃機関銃も各国によって接収されてしまったために、バイマル共和国軍では機関銃が不足していた。 新規開発にあたり、共和国軍では、対戦の戦訓から、新型機関銃を、機動力のない水冷式銃機関銃ではなく、不評が、蛍光運搬可能な空冷式系機関銃とする、開発方針を定めた。これには、対戦末期の MG08、18などの先例があった。スイスのゾロターン社での後に、MG30 として結実する。 空冷式機関銃の開発と並行してドイツ国内でもラインメタル社によって第一次大戦型のドライゼ M1915 あるいは M1918 水冷式銃機関銃を改造して空冷化することで新型機関銃が開発され1928年から1929年にかけて射撃試験が行われた。これが MG13 であった。 13は1913年を意味し、この新型機関銃が対戦中に開発されていたかのように装い、連合国管理委員会の目を欺くことを目的とした名称であった。製造はベルサイユ条約下のドイツで唯一不評用銃器の製造が許されていたズールの事務損者で行われたとされる。ただしこれは、 当時の状況からの推測であって確認されておらず、実際の製造場所は不明である。一説には、ラインメタル社が製造に関わっていたとされる。MG-13 は、1930年から、ドイツ軍の標準系機関銃として導入され、1932年には、ドイツ軍に、正式採用された。より高性能な MG-34 や、MG-42 が開発されると、 1934年から、それらにとって変わられる形で退役した。退役した MG13 は1938年頃に、ほとんどがポルトガルとスペインに売却され、少数がスペイン内戦で使用された。また、スペイン内戦に派遣されたコンドル軍団にも、2438丁の MG13 が MG08 と共に送られている。ポルトガルでは、 ドライゼメートル938機関銃の名称で1960年頃まで使われた。売却されなかったものは少数がいくつかの第2009部隊や警察で使用されたほか第2次世界大戦末期にドイツの兵器不足が深刻になると保管庫から引っ張り出されて再配備された。他に MG13 の単銃新型が KFZ-13 や SD、KFZ-221 などの車載機関銃や、愛護戦車の手法や、初期の1087の後部座席の旋回機銃などとしても使われている。単重心型を MG-13 キロと呼称する。シュトゥルムピストーレのものに似たパイプ状の折りたたみ、式ストック、基部からレジーバー右側面に折りたたみ、皮張りのバットプレートを閉じると、 キャリングハンドルと二脚化が付属している。ストックのパイプ部分に床板付きの端足の後ろ足を取り付けることができ、床板付きの二脚化と合わせて安定した射撃姿勢を取ることができる。スリングを銃の左側面に取り付けることができる。球団は25発入りバナナ型マガジンを銃本体左側面に水平に差し込む。 実用射程は1000から1400メートルだった。このバナナ型マガジン2個分を溶接してつなげて延長したものが 7.92X57mm ブランクカートリッジであるプラットスパトローネ33を使用する不評訓練用機材である ZF ゲレート38機関銃に流用された。この延長型バナナ型マガジンは MG13 にも使用可能であった。 しかし逆に MG13 の通常型バナナ型マガジンはそのままでは ZF ゲレート38機関銃には使用できなかった。1930年代半ばに開発された75発入りダブルドラムマガジンも使用可能でレシーバー左側面にドラムマガジン2個が縦に並んだ状態でつく。三脚下に乗せ対空機関銃として使われた。 対空機関銃型を MG-13KD と呼称する。対空防御時の効果的射程は800から1000メートルだった。ベルト球団方式には対応していないので、継続射撃能力はそれより劣る。初期に開発された機関銃である MG-13 と MG-30 がマガジン球団方式のみなのは、ドイツがベルサイユ条約で、 ベルト球団方式機関銃の開発を禁じられていたためである。ダブルドラムマガジンは全枚で実砲を押し出す仕組みでベルト球団方式ではないので条約には抵触しない。上面のレシーバーカバーの裏側にリコイルスプリングが収まっており、レシーバーカバータンのつまみを回すとリコイルスプリングのテンションを調整でき、これにより発射速度を調整できる。トリガーには セミオートとフルオートの選択機能がある。トリガーの上半分のくぼみを引くとセミオートで下半分のくぼみを引くとフルオートである。この機能は MG30 や MG34 と共通する。MG42 のトリガーにはこの機能はない。重心は MG34 と同じく容易に交換が可能である。重工先端はネジ式になっており通常型。 フラッシュハイダー、ブランクアダプター等、部品を取り替えることができる。あとの MG34 と共通規格の箇所や部品が多く、MG34 と共通の対空マウントが使用できるほか、MG34 と共通のスパイダーサイトをバレルジャケットの上部の中ほどに取り付けることができる。ありがとうございます。